どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日も新作映画1本ご紹介しましょうということで、ピンククラウド、はい、なんともね、ピンク色が可愛いおしゃれなポスターですよね。サンダンス映画祭2021に出品されたこちらはブラジル映画となっています。役者さんたちの、ね、顔立ちを見るとブラジル映画とは思えませんでしたね。予告編からてっきり、まあ、欧米の映画、アメリカか、まあ、イギリスとかフランスの映画だと思っていました。ブラジルですよ、ブラジル。ブラジルって言ったらどこだ？南米かな？南米のどっかにありますよね。ピンク色の殺人雲が世界中に広がって、人々は部屋から一歩も外に出られなくなってしまう、まさにロックダウンなディストピアを描いた作品となっております。ロックダウンとか、家から出られないとか、いやまさにコロナじゃんって、コロナ禍じゃんって、そんなのをね今更変えて何が面白いのって話なんですけど、この映画が公開されたのは2019年、ましてや脚本が書かれたのが2017年っていうから、完全にコロナ感染拡大が始まる前の出来事なんですね。そういう意味で未来を予測した映画となっています。まさか公開されて次の年にこの映画通りのことが起きてしまうとは、脚本家さんもびっくりポンだったでしょうね。世界各地では国によっては多くの死亡者が出たり、本格的なロックダウンが敢行されたりもしました。日本人は幸いにもそこまで死亡者が出ず、今では何だったろう的な東京アラートとか、緊急事態宣言とか、まん延防止重点措置とか、まあそんなんでね、お店が閉まったりしてましたよね。今では当時に比べればかなり落ち着きを取り戻していて、ますます東京アラートってあれは一体何だったんだろうって思ってしまいます。都心だと夜にもなると人気の飲食店はもうお客さんでいっぱいなんですよ。僕もね、先日担当編集さんが2年も前から予約を入れてくれたお店でご馳走になったんですよ。でその日ね、また次予約入れたんだけど、次の予約ももういっぱいで2年後なんですよね。まあ東京にはそういうお店もあるんですよ。映画館もかなりお客さん戻ってきましたかね。以前は一席ずつ開ける対策が取られてはいたけども、今はそれもありません。まああれはあれでね、ゆっくりできてよかったんですけどね。もっとも地方の映画館はそんなことしなくてもガラガラだからゆったりしてますけどね。そんなわけで本作は2017年当時、こんな風に外に出られなくなる世界ってどうなのよみたいな、一種パラレルワールド的だったんですけども、それが数年後には実現してしまって、果たしてどのくらい未来予想が当たっていたのか興味深いところですよね。アイディアもね、面白いと思いますよ。ある日突然どこからともなく出現したピンク色の雲が世界中を覆うようになるんですよ。空気より重いからか地表すれすれまで落ちてくるんですね。その雲に触れた人はなんと10秒で死んでしまいます。それによって人々はその時点から外出不能になってしまう。自宅にいる人はまだ恵まれていますよ。例えばその時点でスーパーとか学校とか友達の家にいたりすると、もうそこから出られなくなるし、そこがその後の生活する場所となります。たまたま家族が買い物に出かけていて一人でお留守居番してたら、そこから先は一人ぼっちの人生ですよ。つまりもし子供が一人でお留守番していたらどうなってしまうんだろう、まあ、そこら辺はね、描かれてはいませんでしたけどね。たまたまセールスマンが来訪していたら、そのセールスマンが同居家族になってしまうわけです。まずはその発想が面白いなと思いました。またこのピンクの雲の正体、ピンク色の雲の正体がまるで不明という不条理さも怖面白いんですね。世界中の研究者たちはこの雲の正体をね、原因を究明しようとしているんですけど、サンプルが取れないんですって。だからいつまで経っても対処法が出てきません。主人公はジョバナとヤーゴのカップルです。そこへピンク色の雲が出現、触れるだけで10秒で死に至る。大々的なニュースとなり、政府はロックダウンを宣言します。2人
2人も例に漏れず、まあ、その時はたまたまね、高層アパートの自宅マンションにいたので、まあ、そこから先はねその部屋で2人で引きこもることになるんですよ。ジョバナのまだ若いね、かなり年離れてるんですけどね、まあ、多分11歳か12歳の妹さんはお友達のお家に遊びに行っていて、その友達数人とそのお家で世話になることになるんですよ。まあ、そのお友達の家にはね、なんかお父さんがいるって言ってたかな。だからお父さんの世話を受けながら、友達数人と、そこから先はね、生活をすることになるわけですよ。でも最初は彼らもさほど危機感がなくて、まあ数日で収まるでしょうよって思ってたんですけど、収束どころか対処法さえ提示されない。これはずっとこの状況が続くんじゃないかと皆さん思い始めてくるわけですね。この時点から程度の違いはあれど、コロナ禍と似通ってきます。僕もコロナ禍が始まった当初は、まあ来年には収まっているかなってね、かなり楽観的に考えていましたからね。皆さんどうでした？コロナ禍が始まった頃、来年に収まってるかなとか、2年ぐらい続くかなとか、この先一生続くかなってどのように考えていましたかね。僕はもうね1年もあれば、収まるんじゃないのってね思っていましたけど、まさか2年後3年後こんな生活を送っているとは思いもしませんでしたね。そんなわけで全国民は家から一歩も外に出られない生活を余儀されるようになります。一歩も外に出られない、ね、外に出たら10秒後には死んじゃいますからね。一歩も外に出られないってなると、いや食料とかね、じゃあ病気になったらどうなるんだよと。人々は Zoom などのツールを使って連絡を取り合ったり、またドローンを使った宅配で食料や必要物資を調達するようになるんですよね。また引きこもり生活に役立つアプリなど、いわゆる引きこもり需要なんかもちゃんと描かれているので、いやいやいや、コロナ禍を本当に予言したような作りになっているのには驚きましたね。日本ってドローン飛ばせないじゃないですか。特にね、東京都心ではもう本当ドローンって飛ばせないんですよ。いやでもこれからね、こういうことがあったりとか、何が起こるかわからない世の中ですからね、そんな時ドローンってめちゃくちゃ役に立つと思うんですよね。まあ特に日本みたいな少子高齢化社会だと、もうこれからドローンが必要とされる時代がやってくるんじゃないかなと思うんだけど、まあそんな未来のために、将来のために、もうちょっとこうドローンを一般の人たちが普通に手軽に使えるようにしておかないとね、そのドローンの技術っていうのもバージョンアップしていかないですよね。今人々が、日本国民がドローンを使うことによって、まあ、いろんな事故が起きたりとかするかもしれないけど、それらがフィードバックされて蓄積されて技術に反映していくわけじゃないですか。こんなね、ドローンを規制してたような世の中ではドローンの技術も発展せず、まあ、後々はね、この少子高齢化社会で苦労することになると思うんですよね。まあ、確かにドローンってこれから必要になってくるんじゃないかなと思うから、もうちょっとね、日本はドローンに対する規制を解除して、もっともっとドローンを使う世の中にしていかないとと思いますけどね。子供を増やすとかも無理だと思うんだよね。今後、高齢化社会をどのように過ごしていくか、そのためのツールの開発にもうお金と力をね、マンパワーを割いていった方がいいと思うんですけどね。まあ、とにかく引きこもり生活を楽しもうと主人公たちはいろいろと工夫をするんだけど、それでもやっぱりストレスもたまる一方です。コロナ禍になるとカップルが励むようになるみたいな、まあ、そんなデータがあるだかないだかね、聞いたことがあるんですけど、まあ、このカップルもですね、ご多分に漏れず2人の間には子供ができるんですね。まあ、妊娠しちゃうわけですよ。ロックダウンで、まあ、産婦人科のドクターもいない状況での出産となるんですよ。でこちらもZoomを使うんですね。ドクターの指示を受けながら、ドクターは向こう側からカメラを通して、まあ、母体の方を見ながら、旦那さんに、いろいろ指示をするんですよ。ああしろこうしろって。でもこういうことって本当にありそうですよね。実際にコロナ禍になって病床が逼迫して入院ができなくなっちゃったけど、 Zoom などでドクターから指示を受けている患者さんって実際いますもんね。でこの2人ね、子供ができたんだけど、あでもよくよく考えると、こっから先生まれてくる子供は生まれつき外には出ていないってことになりますよね。
子供が生まれて幸せになるかとは思ったんですけど、数年にわたる引きこもり生活は人々の心に歪みをもたらしていくわけですよ。それはジョバナも例外ではありませんでした。そしてその心の歪みは徐々に拡大していき、ついにはみたいな、そんな内容の映画となっておりました。それではここからね、さらに詳しくレビューしていくわけなんですけども、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画ピンククラウド、評価額はズバリ900円、力作。ポスターデザインはとてもおしゃれでポップなんだけど、まあ、内容はねそれなりに重い感じですよ。でぶっちゃけこの映画の売りってコロナ前に作られましたってところだけなんですよね。まあ、それだけ聞くとさ、へえそれはすごいねとは思うんだけど、この映画を面白いと思うかはね、これまた別問題なんですよね。この映画で描かれるのはコロナ禍前で人々がロックダウン生活を余儀されるなんて想像もしなかったことなんですよ。2019年当時の僕が見れば、ああこういうことになるのかなって少しはね関心を持ってたと思うんですけど、コロナ禍を経験した今となってはむしろ単なる答え合わせでしかないんですよね。本作はひたすら引きこもり生活を描いています。この物語で怖いのは決してピンクの殺人雲ではないんですよ。引きこもることで徐々に蝕まれていく人々の心と体なんですよね。だから脱出劇とかピンクの雲の撃退とかそういうエピソードは一切ありません。なんならピンクの雲の正体は最後の最後まで謎のままで終わります。ピンクの雲の正体っていうのはこの映画ではさほど重要でもないし、そのピンクの雲ねほとんど登場してきません。はい、たまにね忘れた頃に、ピンクの雲が映ってるみたいなね、そんな感じなんですよ。ただ面白いのは終始画面がピンク色に染められていることかな。窓から差し込む光がピンクなのでそうなるのはわかるんですけど、例えば夜とかね、そうでないはずの室内とかでも、あの窓が閉められた室内でもピンク色になってるんですよ。本作ではピンクの殺人雲が出現したから引きこもりを余儀なくされてるっていう設定だったんだけど、まあ、よくよく考えてみれば今でも普通に彼らのような生活を送ってる人って少なからずいますよね。だから YouTuber なんか見てると、若者 YouTuber たちが自慢げに、まあ、普段はずっと引きこもっていて他人に会ってないんですよねみたいな話してますよね、自慢げに。食料は Uber とか、まあ、その他必要なものは Amazon で調達してると。まあなんだかかんだかね、結局別に殺人雲なんか出てこなくてもこの映画の主人公と同じ状況に彼らはいるわけなんですよ。それも好き好んでね。つまりピンクの殺人雲なんて全く意味がないわけです。コロナ禍でさらにその傾向が強まりましたよね。人々は明らかにネットや SNS に対する依存度を急激に高めています。まあ、今や SNS がライフラインそのものだっていう人もいることでしょう。SNS を失えば全ての人間関係を断ち切られるに等しい。つまりその人は完全に孤立してしまう。本作はそんな SNS やネットに依存する人たちのコミュニケーションに対して警鐘を鳴らしているように思いましたね。まあ、本人たちは SNS を通して楽しんでいるつもりでも徐々にメンタルが蝕まれている。まあ、本作でも窓から飛び降りるおっさんが描かれています。まあ、自殺する。これね、確か予告編でも出てきましたよね。まあ、そういえばコロナ禍の初期でも有名人が自ら命を絶ってしまう事件が相次ぎましたよね。何人かいましたよね。竹内優子さんとか三浦なんとかさんとかね、なんかいましたよね。他にもなんか結構有名な女優さん亡くなってますよね。やはり閉塞された空間では人間はまともに生きていくことはできないんですよ。本人たちも気づかないスローモーなペースで心も体も徐々に壊していく。
本作で一番印象に残ったのって主人公ジョバナの妹のエピソードですね。まあ確かまだ10ローティーンだったけど、まあこの物語数年にわたってるんですよね。もう何年にもわたって、ロックダウンされているので、この生き別れになってるジョバナの妹ってお友達の家にさっき遊び行ってるって言ったでしょ。もうそのお友達の家に何年間も住んでるんですよ。でその状況なんですけど、そのお家にはそのお友達のお父さんもいるんですよね。はい、まあこれねネタバレになるので明かしはしませんけど、いやーなんとも胸クソで絶望的なエピソードが出てくるんですよ。でもねこの状況に陥ればそうなっちゃうかもしれないなというリアリティがありますよね。なんだろう、孤立感閉塞感がもたらすこれこそ一種のホラーですよ。でも人間らしいといえば人間らしい生々しさでもあります。まあ、なんとなく想像つくんじゃないでしょうか。ネタバレになるからねはっきりとは言いませんけど、おそらく皆さんの想像は当たってますよ。おぞましいですよ。このような状況で何年間も正気を保ち続けるなんてやっぱり無理ですからね。それでもネットやSNS がある現代はまだマシかもしれないね。もしこの状況が電話もない100年前に起こっていたとしたら、まあそれこそ地獄ですもんね。完全孤立ですからね、100年前だったら。まあ、このコロナ禍だってそうですよね。まあ、そういう意味でネットや SNS は人々の心を救済していると同時に、それらを蝕みながら壊しているとも言えますよね。とまあいろいろと考えさせられる映画ではありましたけども、主人公たちの引きこもり生活をじっくりと描いているだけなので、まあ結構ね退屈に感じるかもしれないね。それにしても本作はブラジル映画なんですけども、ブラジルって多くの感染者を出してコロナ禍においては後進国だったと言えますよね。その反面でこんな映画をコロナ禍前に生み出しているのだから、まあ不思議ですよねブラジル人。この映画で想定されるよりも現実のブラジル人は感染拡大には無頓着だったわけだね。まあとはいえコロナなんてどちらかといえばまあただの風邪に近いじゃないですか。まあこういうこと言うとねお医者さん怒る人いますけど、まあそうですよね。致死率とか致死性なんかは、まあ、エボラとか明らかに違いますからね。もしコロナがピンクの蜘蛛並みの殺傷能力があったら、世の中は果たしてどうなっていたんでしょうね。主人公が迎えるエンディングはこれなかなかに衝撃的なんですよ。でも自分だったらあの状況に置かれたらどうするかなって考えると、主人公の行為もまあまあまあ納得できるものがあるんですよ。皆さんどうですかね。まあ、この映画を見た方ぜひねコメント欄に書いていただきたいんですけど、最終的に皆さんどんな選択しますかね。この状況が一生ずっと続いて、一度もこの先一度も、外に出られないとしたら、皆さんはどんな決断をするんでしょうか。この主人公のような決断しますかね。どうなんだろう。まあでもね不思議なもので、人間っていうのはその世界の状況によって生きるモチベーションって変わりますよね。例えば今回のようなコロナ禍みたいな状況だと、まあ結構ね自ら命を絶ったりする人多いですけど、これが例えばね逆に戦争とか内戦だったりすると生きることへの執着が強くなったりしますよね。なんか逆にほら生きようみたいな人が増えるじゃないですか。戦争とか内戦って映画なんか見ててもそうですよね。サバイバルを繰り広げていくけど、案外コロナみたいな状況だとさっさと諦めちゃう人多いですよね。戦争ってストレートに真正面から人々にダメージを与えてくる分かりやすさがありますけども、コロナ禍とか、まあ、この映画のようなピンクの殺人雲ってじわりじわりと人々の心に侵食していって最悪の事態を引き起こす、まさに侵略者のイメージですよね。コロナは人々に、その病的な症状だけではなくて猜疑心とかあと分断をもたらしましたよね。例えばこのワクチンでも反ワクチンっていう人がいて、このワクチンをめぐって大の大人たちが争っているじゃないですか。
あれももしね、あれももう少しエスカレートしたらいつかは殺し合いに発展していくんじゃないかとちょっと心配なんですよ。まあ、そんな感じでコロナとか、まあ、こういったね、ピンククラウドって内部からじわじわと人間性を破壊していく陰湿で陰険な、それでいて目に見えないステルス性が怖いですよね。そしてそんな人類が依存していくネットやSNS も結局のところ同じような人間を内部から破壊する、まあ、破壊性を持っているんですよ。この映画を見てそんなことを思ったし、まさに本作はそういうことを描きたかったんじゃないでしょうか。まあコロナとかピンククラウドとかそういうことではなくて、そっから先ですよね。ネットとか SNS に依存していく、まあ人間の危険性に警鐘を鳴らしたかったんじゃないかなと思います。まあそんなわけでね、実際のコロナ禍とこの映画の中の出来事っていうのは、まあ、似通ってはいるんですけど、ただね、もうちょっとなんだろう、まあこのピンククラウドがもたらす、まあ人類の分断ですよね。分断が描かれていないのが、まあなかなか難しいですもんね。この未来予想図ですから、まあどうなるかなんてね、想像の世界でしかない状況で書いてますから、まあさすがにこの人々が分断していくっていうことまでは、この作者、脚本家も想定できなかったんですかね。ただこの映画ね、リアリティがあるかっていうと、まあこのある種の、いわゆるこういう、パンデミック、シミュレーション映画として見ていくとですね、なんか若干ね、いろんなところで疑問点があるにあるんですよ。まあ、例えばね、電気とか水道とか水とか全てね、ライフラインは供給されているという設定なんだけど、だってそれをするためには現場で働く人がいなければできないわけですよね。そこら辺どのように対処しているのかなとかね。まあ、たまたまその電力会社に、発電所とかに人がいて、従業員がいて、電力、その人たちが延々と電力を供給してくれているとか、まあ、インターネットもずっとつなぎっぱなしですからね、当然、まあ、サーバーとかいろんなね、世界中のサーバーとかネットをきちんと管理している人たちが仕事をしているっていう設定なんですかね。あと絶望的に輸送が滞るはずですからね。トラックとか電車とか一切使い物にならなくなるわけだから、まあなんかね、この映画ではドローンを使っていろんなものをこう輸送しているっていう設定なんですけど、とはいえドローンなんて運べる量たかだか知れてますからね。まあそうなるとかなり絶望的な食料危機とか物資不足とか起こると思うんだけど、まあ比較的皆さんこのね、主人公たちは何年にもわたって比較的豊かな生活してますからね。食事も今の僕なんかよりもずっといいもん食ってるし、どういうことだよって思いましたけどね。とまあそんな感じで、まあ映画自体はね、そんなに面白いっていうような映画ではないんですけど、ただいろいろとね、興味深い部分はありますよ。考えさせられると言いますか。あと、コロナ禍前に描かれた映画の、まあ、実際コロナ禍を経験している僕たちの答え合わせとして見てみるのも楽しいんじゃないかなと。はい。実際ここまではね、想定していなかったとか、そういう部分も想定されていなかったとかね。逆にそれちょっとやりすぎだろうみたいな。結構そういうね、食い違いもなかなか面白いなと思いました。はい。というわけでね、まあ、言うほどおすすめするわけではないんですけど、まあ、公開規模もね、そんなに大きくないんで、おそらくミニシアター系扱いで、どうだろう、今週のミニシアター興行収入ランキングに、ランクインできるんですかね。ちょっとわかんないんですけど。はい。まあ、そんな感じですかね。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。